ね、ゼロ円で4日中3日達成です。眠かった眠かった。ね、今日は5時間17分ほどのね、二度寝しました。二度寝っていうか、仮眠ね。朝料理、徹夜系ね、朝料理、あれですね、台湾風唐揚げ第一杯ね、白玉粉と片栗粉を混ぜた粉に、何だったかな、そうだな、ウーシャンファンね、五香粉って書いてね、使って、この前の、それがこの前の月曜日の買い物で、今日の0円で、いや、4日中向け達成なのと、そうだ、昨日ね、イオンで、今日も昨日も盛りだくさんです、イオンでね、コカラファインで、ね、スーパーペペクーポン使いたくて、ウォーキングで、荷物、今回は荷物持ってのウォーキングでしたね、移動なので。で、140キロカロリー消費しましたがね、それは使えず、で、スタバでね、そのモバイルオーダー、スタバリワードで、それで無料で交換したので、0円でです、スパペチーの食レポと、あとは、おうちヨガ、今日、第一杯は149再生ありましたからね。おうちヨガはね、おうちヨガコアトでは37再生。ちょっとね、私の中で、ちょっと動画がちょっとあれな風になってしまったね。昨日ね、ペペの特設アンケートね、スクショとか撮ってないんで、ね、撮り忘れたんであれなんですけども。アンケートのね、毎週ね、答えてなんかね、抽選のね、1ポイントが当たったみたいだね。あとはまあ、そんな感じかな。で、きちんと身の付けが活躍が割れてるもんなら、Z 生徒のみの話とね、駅伝駅伝できつい役のね、鈴木伸之さんね、やっぱ鍛えるの好きなんだなと、役なんだなと思ったのと、あとね、内外戦されてね、珍しく生き通る、後輩に内外戦されて珍しく生き通る、ただ、ね、主人公の今田美桜さんに出た岡本人と、TikTok ね、帰ってぼっかけたらどうかがバズるよねという話ね。これから始まって、どうぞ。あとはね、ソフトバンクスモナビ iPhone からね、Mac にアプリでね、埼玉西武ライオンズの試合とね、マイケル・ブーブでね、It's a Beautiful Day で歌ってみましたからね、練習中ですからね。クマのバイバルビーのトークも練習中からその子と練習できたいな。It's a Beautiful Day は雰囲気出すの難しくて全然でした。これから始めてどうぞ。明日母の説を送るとき、スーパーイオン系列火曜日まで、水曜日までザビッグです。僕はここから範囲ね、スーパーペペクーポン。それだけね、スタバリワーズね、もう今月ぐらいまでが期限なので飲みました。ありきたりかなと思ったらね、その上に甘みと酸味がね、すごい来てね、美味しかったです。豆乳とね、
今日はね、悪女悪見ましたね、あのね。新人がいて、Z 世代の新人、あのね、3年で起業しますとか言ってくれるかもね。酒飲む付き合いなんとね、あの先輩はもう根性だけ絶対野球やってましたみたいな感じのね。で、ただその人、男の人ね、なんかね、ですね、先輩とね、体幹ジムで、体幹ジムじゃない、ジムでね、鈴木伸之さんね、きつい先輩役で、かきたいの好きな役でしたかっていうのね、劇団エグザイルの方ですね。ちょっと、誰だっけ、あとは、で、後輩、先輩として、相談されなかったことでね、珍しく駅道で田中マリンでした。で、まともな動画じゃなくて、バカげた動画がバズって、ね、TikTok で、ね、よくあるあるですよね。これね、ポーサツにうまくつけてないんで、切ってきましょう。T シャツもね、そろそろ用意していきましょうかね。パンツはね、まだどうにしようか。